第1回エミヤシローなら闘技場サブいらない説あると思います。今回はエミヤシローで闘技場やってこうかなと思います。多分勝てんじゃないかなと思う。サブなくてもこの子強いもんね。でこの子強いんだけど情報修正があるみたい。あ、継承います。継承が、待ってね。はい。継承がリーダーに毒3つ。で、フレンドがエミヤシロ、エミヤシロだね。皆さんあれ見ました？ガチャ動画の。で、今回ギルガメッシュ以外全員情報修正されるみたい。あの、ダイヤ卵。え、ギルガメッシュがなんならね、一番情報修正欲しかった気がする。ダイヤの中だとギルガメッシュが一番弱いんじゃないかな。だよね、ギルガメッシュ以外、なかったね。誰？動画公開してそこでガチャ引いて、生放送じゃなかったんだよ。で引いててそこで出たやつを強化っていう感じだったんだよね。であれ日付見るとそのコラボ終わるまで残り何日だったかな、13日みたいになってて、なんでコラボ来た次の日にもガチャ引いてんだね。なんでもう多分コラボ決まった瞬間から決まってたんだろうね、もう情報修正しますよっていう。なんかちょっと若干の闇感じたね。いや別に闇ってわけじゃないのかもしれないけど、あすげえ、何日か経ってからじゃないんだと思った。コラボ来て、ちょ皆さん生放送のあれ見てください。生放送っていうかガチャの強化のやつ、確かね、はい、残り13日になってたと思う。コラボ開始になった瞬間が14日だと思うんだよね。なんで本当にコラボ来てすぐ動画撮ったんだなっていうそういうのも若干ねバレてたと思う。 OK。 いやでもね、闘技場もサブいなくて勝てる時代だね。待って、パズル壊滅くだな。はい、だから来年のね12月とかに裏闘技場サブなしで勝てる説あると思う。いやいやこれバインド聞いてたら積んでたな。いや結構楽しいな。ここは火多いんで、いや最初闘技場3行こうかなと思ったんだよ。ワンチャンいけんかなと思ったんだけど、ちょっとここに甘えてきました。情報修正来ていけそうなら闘技場3行こうかな。ワンチャンいけるよね。でもワンチャンだと思う。めちゃめちゃ運要素あると思う。あでめちゃめちゃ運要素あると思うんだけど、私さっきゲームウィズさんのねアプリ人気マッチランキングみたいな、今後出るアプリで注目ランキングかなみたいなのあって、1位何だったと思います？そのゲームウィズさんの1位がね、確かね、なんだっけ、うわここヒーローが嫌だな、倒せるかな。1位が7つの滞在のアプリ。7つの滞在ってそんな人気なのかな。私1回だけ見たことあるかな。そっから見たことなくて全然ほとんど内容知らないんだけど、いやこれいい感じに倒してほしいな。休止あるとすげえめんどくさい。いいね、全体攻撃入ってないからいい感じに倒してほしい。いやーですよね。よし。いや、正直全然勝てるね、闘技場1なら。これ、闘技場3いけるかな？いや、情報修正来たらちょっと挑んでみます、闘技場3。でも、情報修正リーダースキルはね、変わんないんじゃないかなと思う。ただでさ、今結構強いもんね。なんで、つくとしたら覚醒かな？覚醒ね、5個しかないしね。なんか簡単に情報修正、覚醒とりあえずつけとけばいいみたいな感じで、いけちゃうもんね。なんで、そんなんじゃないかなと思ってる。よーし、ここソティスでってたら積んでたんだよね。ソティス捨てだった。まあ、パールも結構捨ててるけど、まあ、ソティスよりはパールはどうにかなるかもしんない。いや、マジよかった。これ、ギルガメッシュもワンチャン強化あるかな？なんか、ギルガメッシュだけ強化、ガチャ引けなかったからね。なんか、お詫びじゃない、全然おわんではないけど、一体だけかわいそうだな、みたいな感じ、もしかしたらあるかな。いや、ギルガメッシュね、ちょっと私の名前呼んでくれてるから個人的に会ってほしいなっていう謎の親近感があるんだよね。 OK。 で回復謎に3つ残ってるね。うん、これなんとエミヤシロが超覚醒で追撃持ってんだよ。なんで加物してた場合完璧。うわー来るか。一応毒3つ貯めようと思えば貯めれるのか。2コンボでいきます。2はやらなさすぎだね。3ぐらいでいくか、3ぐらい。トリシューラ来たらどうなる？トリシューラキーの1は、トリ1で。トリ1いきます。はい、トリ1でもこれオーバーしそうだな。いや、そうだね。
よし、チャンス来た。ここ3コンボぐらいがちょうどよかった。いや、4コンボやると多分アウトなんだよね。無難に残り73ターン待つって手もあるんだよ。吸収こいつ切れても何もやってこないんだよね。いいよ。で、ここで、いや、まだ攻めない。毒3つ打てるんだけど、まだ毒3つ打たないでいきます。こうします。危ねえ、そこ火入るとやばかった。で、ここで打っていいんじゃないかな。ここで毒3つ打ちます。これ1コンボでいいんじゃない？落ち込みいらないよ。完璧だね、完璧。で、あ、どうしよう。火の追撃だけでいいかな。いいんじゃない？よーし、よし。で、これ0コンボでいいんじゃないかな。いや、いいね。激アツマジで。まあ、ソティスじゃなくて本当によかった。ソティスだと、もう本当に耐久もできないもんね、あいつ。あいつ強すぎだよね。オッケー、ベルゼブブ出るとやばい。ベルゼブブ出ると、まあ、一応毒3つあるけど、毒3つ頼りになってしまう。運用数がいっちゃうんだよね。お願い、ベルゼブブ出ないでくれ。ベルゼズブブ出ればなんでもいい。多分ヘランの先生も耐えるんだよね。オッケー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 。でもファイヤー落ちやすくなってる。ほら、あえて火今消しませんでした。1セット残して、いいね。これ闇カーリーと光カーリーどっちの方がいいんだろう。いや、わかんないね、わかんねえや。で、ここは、これします。トレスオンだっけ、トレスオンします。この泥鏡がね、多分いい感じに役立ってくれると思うんだよね、私。いや、完璧だね、完璧。頼む！行ってほしい、ここは。落ち込ん！ヤコメか！いや、いいね。いや、すごいね。昔なんて闘技場勝とうと思うともう大変だったのに今じゃサブいらないもんね。